さあヘソンが早めに上がろうというところですが、もう一度小玉、ヘソン中へ入ろうって、うまく入っていきましたのシュートですが、これファールがありました。8、今のプレー、中に入ってスリーポイント、白戸逆サイド取ったのはグリーン、グリーンがナイスリバウンドからのシュートです。これで12対19、グリーン中へ入って長いシュート、これは決まりました。フェイスガードをつけてのゲーム必要ということになっています。グリーンのスリーポイントですが決まりました。しかもフリースローです。バーグから中にリチャードソン、うまくかわしてのシュート、決まりました。これもナイスシュートです。追いつきました。26対26。ナイスシュート、小玉です。これは突破していきました。今日はしっかりと突破していく小玉。リバウンドを抑えたのは香川。さあ速攻で一気に決めていきました。これもいいプレー。もうこれも理想ですが、理想ではなくありません、シュートの後のファールという形になりました。上田にナイスシュート、47対43です。20番はスロー、アウトカット、ナイス。リチャードソン後ろから、そしてシュートはダンクで決めました。リチャードソンです。に戻ってきました。スローターが外れます。パスカットからのジャンプです。シュート打てません。小玉残り2秒、1秒、シュート決まりました。これは決まりました。勝ち越し67対65です。さおか小玉、ロスヘソンが待っていますが、スリーにした。おー見事、ボールのところに選手が集まってきていますが、なんとかスルー。ヘソンからリチャードソンのターン、これは見事、ナイスプレー。残り16秒、15秒という形になってスリーポイント打ってきた。おー、見事に決めました。17番飯田のスリーポイント、阿部が入って、阿部スリーポイント、これは嫌われて、ハリスがリング下で待っていました。ハリスが最後は打って決めていきました。このシュートは認められたと思います。